こんにちは、静岡ナビチャンネルのクーです。今回はですね、静岡県富士宮市にありますカフェデリモグさんに伺いました。一見シンプルな佇まいで外観もおしゃれですよ。最近はこういった落ち着いた雰囲気のカフェが増えてますよね。あ、木の階段もいいですね。伺う際には事前にお電話して予約することをお勧めします。営業時間や定休日もしっかりチェックして伺いましょうね。はい、ここが入り口です。さあ、どんなところですかね。ちょっと入ってみましょう。お邪魔します。うわー、店内もモダンな雰囲気でおしゃれに作ってますね。景色を見ながらの食事いいですね。あ、薪ストーブなんかもおしゃれで落ち着きますよね。奥にも二人掛けのテーブルがありますね。やっぱり景色を見ながらの食事できるようになってますね。窓が大きいのでこれから春にかけて綺麗な花を見ながらの食事も楽しめそうですね。うん、お庭が綺麗で最高です。見た感じによると入って左手のカウンター席が結構おすすめだと思います。朝霧高原を眺めながらお食事を楽しめますね。さあ、いよいよお食事になります。その季節によりメニューの変更があると思いますので事前にチェックしてくださいね。今回は2種類選ぶことができました。このチキン南蛮がメインのものと、あとおろしハンバーグがメインのものです。正直迷いますよね。料理を運んできた時に一緒にお惣菜の説明書きも出してくれるので何の料理かも分かりやすくしてくれていますよ。いや、料理も景色も最高でした。お店のご主人も気さくな方で、やはりこういう温かみのある料理を作る方だなって感じましたね。ぜひ一度足を運んでみてはいかがですか。きっと楽しい思い出が作れること間違いなしです。はい、以上になります。今日の動画いかがだったでしょうか。やっぱり静岡は最高です。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ご視聴いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方はグッドボタン、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。コメント欄にコメントをいただけるとやる気と元気が出ますので、こちらもよろしくお願いいたします。